皆さんこんにちは、ディアナです。今日のテーマはたまにコメントで帰化はしないですか、ロシア危ないから帰化しましょうとか勧める人おるから、今日自分の考えについて話していこうかなと思います。最近っていうか、ウクライナ侵攻は始まってから急にロシア人の帰化が増えてきた印象があって、まあ帰化する人はいろんな考えを持って帰化すると思うけど、例えば前から帰化を考えたけどロシアのあれ始まってから背中を押されたみたいな感じで帰化を急ぐ人とか、あるいは毎年ビザの更新するのは邪魔くさいしあまりロシアに帰らんから帰化しちゃおうと思ってる人とか、まあいろんな人おるけど、帰化のメリットは皆さん知ってると思うけど、日本のパスポート最強とか選挙権がもらえるとか公務員になれるっていうのが帰化する代表的なメリットと思うけど、あと細かいやつで言えば融資を受けやすくなるとか、まあでも今のタイミングで帰化を急ぐ人って大体ロシアやばいことしてるから帰化した方がいいんちゃうって人なのかなと思います。ロシアの意味わからん法律で裁かれんように帰化するメリットも人によってはあるんちゃうかなと思います。じゃあ私がなんで帰化しないのかっていうのは、理由は3つあります。1つ目は、日本では二重国籍が認められてないから。自分の国籍を抜くってことを結構簡単に考えてる人おるけど、抜いてしまったら自分の国に帰るときビザ必要になるし、ロシアから見たら外国人になるからいろんな不便なことが起こります。2つ目、親の財産とか不動産の税率が外国人仕様に変わるからです。まあ私の親はずっとロシアに住んでてまだまだ全然元気やけど、親が死んだ後に家とか財産とかを受けるときに帰化してたら税金が高くなります。で、一応私は一人っ子やからそういうのも考えに入れとかなあかんかなと思ってます。3つ目は、永住権でも全然問題ないから。まあこれが一番大きい理由です。永住権って公務員とか弁護士とか以外なら就労制限とかないし、日本もロシアも行ったり来たりしやすいのは大きいです。で、永住権のままでおるデメリットも一応考えてみたけど、永住権って持ってたらずっと更新なしでそのままおれるって思ってる人多いけど、そうじゃなくて一応7年に1回更新せなあかんから、デメリットといえばこれぐらいしかないかな。あとはパスポートの話といえば、私は日本に住んで7年目やけど、まずパスポートのメリットは活かせるぐらいそもそも海外に行ってないし、で、帰化と永住権のメリットとデメリットを比べたら、あれ？これ永住権でいいんちゃうってなりました。で、私と同じように日本に住んでる在日ロシア人の Facebook グループに、なんで帰化より永住権というトピックはあって、ちょっと軽く紹介していこうと思います。まあいろんな意見はあるけど、例えば帰化するとき漢字のテストと結構お金必要ってことを知って諦めた、ロシアに不動産があるから、ロシアでビジネスやってる、家族はロシアにおる、でかい地震があってもロシアにすぐ帰れる、将来親の介護はせなあかん、ロシアの国籍なくなる、見た目が欧米人やから帰化しても日本人からしたら外国人扱いで何も変わらんから、日本人の名字になるだけでめちゃくちゃ驚かれたり、いろいろ聞かれたり質問されるからって感じの意見がありました。まあ私と同じ意見の人もおったけど、帰化しない理由はそんな感じです。まあでも実際に永住権を持って日本に住んでる人は帰化選ばない人の方が多いんちゃうかなと思います。知らんけど、はい、そんな感じでなぜロシア人の私が帰化しないのかっていう話でした。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。